喫先の波紋波紋の種類波紋は、日本刀の見どころの一つで、刀身に見ることができる波模様のことを言う。波紋や波紋などの表記も見られるが、日本刀の専門家や専門書でこれらの表記が用いられることはなく語気である。波紋の原因は、刀の素材となる金属の不純物が有量の際で、ある。鉄は主に炭素の含有量により、性質を大いに変え、硬く。 切れ味が増す代わりに折れやすい状態や、あるいは逆に柔らかく、変形しやすいが折れにくいなど、含有量によって金属の性質は激変する。それらを古代から知っていた当初は、一本の刀を製造する最中に金属の種類を複雑に混ぜ合わせることによって、切れ味を増し、折れにくく、理想の刀を目指した。実際には、 玉鋼と呼ばれた金属原材料を叩き割る際にその断面や折れ方を見てその金属の性質を見極めそれらを小さくチップ状に加工した上で複雑に性質の違う金属を折り重ねて熱加工状態で叩き性質が違う金属を年輪状に折り重ねることによって相反する金属の長所を最大限導き出そうとした性質が違う金属は 外見上も違い、それを重ね重ねた結果、その色合いが出たのが、波紋である。性質の違う物質が年輪上に複雑に重ねれば、重ねるほどに、断層状態になりその強度を増すように、日本刀の内部構造は、植物の年輪のように、複雑に性質が違う玉鋼が重ねられており、それが見た目や色合いの変化として表に刀文あるいは、刀文として出ている。 これら波紋は焼き入れ等の効果によって現れるものであり、そのノウハウは秘密にされることが多い。個々の投稿や時代、一門、流派の特徴が遺憾なく発揮され、作者の特定や心眼の鑑定をする場合重要な見どころの一つとなっている。喫先の波紋を防止と呼び特に作者の技量が示されるところである。ありがとうございます。